さあ今週も始まりましたワッキーかいやまのファニーガチャ。このコーナーはガチャガチャカプセルトイの保有個数10万個持ってますよ、ガチャガチャの本を5冊書いてますよ、そんな私ワキワキワッキーワッキーかいやまが女性やお子さん家族で楽しめるガチャガチャを毎週一種類紹介するコーナーです。みちかちゃんよろしくお願いします。今日はねあったかそうな服を着てましてね、はい、真っ赤なお召し物でございますが、さあ行きましょう、ね、え、はい、ね、回します、回しますか、回りました、はい、したしたことにしますか、はい、はい、出てきました、オレンジ色のカプセルですね、なんか布が入ってる、布が入ってる、開けられるお、開いた、さあ靴下、そうなんですよ、あのめんだこ、そうめんだこ、あのファニーガチャのコーナー初ですよね、え、靴下が当たりましたしかもめんだこっていうね、あのこれはねエールというところのメーカーのつぶらな瞳の水族館靴下ということで、今日はね、マジフラの方でもカモ水族館のコーナーがありましたんで、めんだこはいないですよねですが、あの他にもですね、まあ、いつもの海とかね、あとはこうね、ピンク色の可愛らしいとかね、まあ要はその水族館の、あの海の生き物の模様を靴下に施したっていうね。ただめんどここれピンクでめちゃめちゃ可愛いですね。可愛い。でね、みちかちゃん、はい、俺今日の服にすごい似合ってると思うんで、はい、あと履いて。このコーナーで履き心地はないと思いますが、僕の YouTube の方では履いた後の感想も全部よろしくお願いいたします。はい、でもどうですかそのカプセルトイで靴下っていうのは。なかなか、でも靴下やばい、靴下破けたっていう時ガチャガチャそのタイミング、うん、ただ、ね、ハンカチとかはあるんですよ、うん、T シャツもないしパンツもないので靴下止まりなのかな、いくらなんですか、うん、これはね確か300円だった気がするな、安いでしょ靴下、うん、ね、あのお子様用かな、なんかサイズ書いてないんだよね、ちっちゃいあ、ね推奨サイズはね21センチから24センチ、あ、みちか何センチ？ギリギリ24。24。あ、じゃあギリギリいけんじゃない？少しメンダコが大きくなりますけど、ね、伸びちゃうかもしれないけどね。でも可愛いですね。ぜひあのカモ水族館含めね、水族館にお邪魔するときにはこのガチャガチャでゲットした靴下を履いていくと、はい、より楽しめると思いますんでよろしくお願いいたします。はい、みちかずっと靴下を引っ張ってますけど、ね、はい。ちょっと伸ばしとかないとね。はい、このエールつぶらな瞳の水族館靴下、ゲット難易度欲しいくつですか？ゲット難易度は欲しい3つです、うん、そうね、つぶらな瞳になったでしょ、目が点になってね難しいですね、あのガチャガチャがね置いてあるところじゃなくて、うんうん、ドラッグストアの前とか、うん、であと若干ねこれ発売がね前なんですわ、うんうん、ですからこの放送を聞いたりね YouTube 見た後に、はい、探るとまあ3ぐらいは、余裕でクリアするんじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひ皆さん探してゲットしてみてください。エールつぶらな瞳の水族館靴下をご紹介いたしました。このガチャガチャについてはワッキーかいやまの YouTube でも、ね、ワッキーガチャンネルの方でも紹介してますので、ぜひチャンネル登録、チャンネル登録じゃない、チャンネル登録、いいねお願いします。コメントでトークしてもらってもいいですけどね。コーナーでは取り扱ってほしいガチャガチャ、ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問を受け付けています。最後にお知らせでございます。マジフラファニーガチャのコーナーと JR 新庄駅がコラボしたファニーガチャステーションが現在新庄駅隣接のユベリア鉄道ギャラリーに設置中なんですが、この週末、ね、11日日曜日は同じユメリア花と緑の交流広場で開催の売り切れごめん海鮮市に出張するそうです。おお、出張しちゃうんですね、あんた。50人くらいでしょで、まあ、美味しい海の幸と一緒にガチャガチャ楽しんでみてはいかがでしょうか。時間は午前10時から午後2時まででございますね。まあ、ガチャガチャなんですけども、海鮮物とね、はい、一緒にしても大丈夫かな、若干。鉄製のプレートですからね、濡れたら拭けばいいかなと思うんですが、陸羽東線の駅名のプレートでございまして、はい、山形県内ですと言いますよ、坂井田、赤倉温泉、立ち小路、最上、大堀、薄木、セミ温泉、東長沢、長沢、南新城、新城っていうね、うん、はい、たくさんあります、はい、で他はまあ宮城も含めますと27種類かな、うん、
うん、ぜひフルコンプ目指してよろしくお願いします。今言った山形のね地区の方、近い方はぜひ、はい、ぜひもんでゲットしていただければと思います。はい、11日日曜日にね、売り切れ御免海鮮市の方にもガチャガチャが、はい、出張いたしますんで、ぜひよろしくお願いします。我々2人のですね等身大パネルも設置中でございます。この間ボブさんが、はい、行ってきて写真撮って、ありがとうございます。あのハッシュタグマジフレ山形でツイッターアップされてますんで、ぜひ興味のある方は見てみてください。ワッキー会話のファニーガチャ、来週もお楽しみに。